ラブジョイが発見した、水星ラブジョイ水星ラブジョイ水星、C-2007E にラブジョイ水星、テリーラブジョイは、オーストラリアクイーンズランド州の情報技術者である。アマチュア天文家として知られている。テリーラブジョイは2015年8月現在までに5つの水星を発見している。その中の C-2011W3 は1970年からの、クロイツ軍観測史上、 初めて地上観測によって発見された彗星である。ラブジョイはデジタルカメラを天体写真撮影に使えるように改造する方法を普及したことでも知られている。ラブジョイは天体写真撮影のために必要なデジタルカメラの改造法を普及したことでアマチュア天文家の間で知られている。普通のデジタルカメラには赤外線を遮断するフィルターが取り付けられている。しかし、 これらのカメラは多くの遠距離天体が発する赤外線の一部も遮断してしまう。ラブジョイがそれらのフィルターを改造するための方法を発表した後、アマチュア天文家の多くが遠距離天体の写真撮影技術を向上させることができた。ゴードン・ J ・ガラドは2000年8月3日に小惑星を発見した後にラブジョイの功績を称えて、その小惑星を ラブジョイと命名した。2007年3月15日にラブジョイは改造したカメラを用いて C-2007E2 という彗星を発見した。2ヶ月後に彼は C-2007K5 という彗星も発見した。2011年11月27日にラブジョイは C-2011W3 という彗星を発見した。この発見によりラブジョイは地上観測により クロイツ軍に属する彗星を発見した初めての天文家となった。この発見にはセレストロン社製のシュミットカセグレン式望遠鏡とキー、QCCD カメラが用いられた。2013年9月7日にラブジョイは C-2013R1 という彗星を発見した。この彗星は2013年11月には肉眼で見える明るさになった。 2014年8月17日には C2014Q2 を発見した。この彗星は2015年1月には三灯台に達し、肉眼で見える明るさになった。ありがとうございます。